絶対にやってはいけない。異世界召喚は、締めサバによる日本のラブコメファンタジー漫画作品。コミックスマートが運営する、ウェブコミック配信サイト、ガンマ、にて、2018年6月26日から、各週日曜日更新で連載中である。単行本は角川より2巻が刊行されている。大学生、ヤギオウはバイトからの帰宅中に、駅のホームで突き飛ばされ、 線路に転落してしまい、18歳の生涯を終える、はずであった。しかし、陽が目を覚ますと目の前に、天使のような格好の美少女、ウルフィーナが現れた。異世界、ゲゼルニアに召喚され、脈絡もなく、陽を召喚したウルフィーナに成功を求められる。不審に思った陽がウルフィーナに理由をといただすと、ウルフィーナは、ゲゼルニアのカミラ万象を管理するマスターになることを、目指しており、 そのために死ぬ間際に召喚されたヨウとの成功が必要で成功をするとヨウが死ぬことをウルフィーナから伝えられる。しかしながら、ヨウが異世界召喚で得た力の発動条件をウルフィーナが知ることができなかったため成功とヨウの命は保留されることになり、ヨウはマスターを目指すウルフィーナの旅に同行することとなる。ありがとうございます。